聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。それに向かって日々努力しているんですが、それが叶わなかったり、あと悔しい思いをしたりとかたくさんあると思いますが、それを乗り越えて乗り越えて手に入れた栄光、目標というものは本当に素晴らしいものだと思います。私の声が皆さんの心に少しでも届くように、そしてこれからの皆さんの力になれるように、心を込めてこの曲を歌いたいと思います。それでは、風の街道という曲を聴いていただきたいと思います。風の幽霊の完成は既に遠く